孫子。孫子、孫子は、紀元前500年頃の中国春秋時代の軍事、思想家、孫武の作とされる、標法書、武教七書の一つ、古今東西の標法書のうち最も著名なものの、一つである。紀元前5世紀中頃から、紀元前4世紀中頃あたりに成立したと推定されている。孫子以前は、 戦争の勝敗は天運に左右されるという考え方が強かった。孫部は戦争の記録を分析、研究し、勝敗は運ではなく自義によることを知り、勝利を得るための指針を理論化して本書で後世に残そうとした。以下の十三編からなる、現存する、孫子は以上からなるが、定本によって順番やタイトルが異なる。上記の編名とその順序は、 1972年に中国山東省林義県銀弱山の前刊時代の墓から出土した畜巻に記されたもの以下畜巻孫子をもとに畜巻で欠落しているものを総本獣医家中孫子によって補ったものである畜巻孫子の方が原型に近いと考えられており畜巻孫子とそれ以外とでは洋館編と加工編、居実 実況ペンと軍想編が入れ替わっている。孫子は戦争を極めて深刻なものであると捉えていた。それは、兵は国の大事にして、死生の地、存亡の地なり。察せざるべからず、戦争は国家の大事であって、国民の生死、国家の存亡がかかっている。よく考えねばならないと説くように、戦争という一事象の中だけで考察するのではなく、 あくまで国家運営と戦争との関係を俯瞰する、政略、戦略を思み見る姿勢から導き出されたものである。それは、国を全うするを上となし、国を破るはこれに次ぐ、百戦百勝は、善の善なるものにひずといった言葉からも伺える。また、兵は、節足なるを聞くも、未だ馬久しなるをとざるなり、多少おまずいやり方で、短期決戦に出ることはあっても、 長期戦に持ち込んで成功した例は知らないという言葉も戦争長期化によって国家に与える経済的負担を有料するものである。この費用対効果的な発想も国家と戦争の関係から発せられたものであると言えるだろう。孫子は敵国を攻めた時は食料の輸送に莫大な費用がかかるから食料は現地で調達すべきだとも言っている。すなわち、 孫子が単なる標法解説書の地位を脱し、今日まで普遍的な価値を有し続けているのは、目先の戦闘に勝利することに終始せず、こうした国家との関係から戦争を論ずる書の正確によと言える。孫子戦略論の特色は、量産の重視にある。量産とは開戦の前に、平等、祖先祭祀の霊病で行われる軍儀のことで、産とは、 敵味方の実情分析と比較を指す。では美容さんとは敵味方の何を比較するのか。それは、の、語字である。より具体的には、以下の、七形によって判断する。以上のような要素を戦前に比較し、十分な賞賛が見込めるときに兵を起こすべきとする。森屋よは、孫子の標法は、以下の七つに集約されるとしている。また、ジョン・ボイドは、孫子の思想を、 以下のように捉えて、気略戦を論考している。1. 諸毛結果に、諸毛結果を獲得するためのコンセプトと戦略。著者とされる孫部は、紀元前500年頃の人物で、戦国時代の新興国であった後を考慮に使え、その勢力拡大に大いに貢献した。しかし、孫子の著者が、本当に孫部であるのか、また、 孫子という書物の成立時期においては小説入り乱れ、長期にわたって議論された。現代人が通常手にするテキストは、五感、義の創造、武帝が分類しまとめ上げたもの、儀竹市中孫子であるが、それが、漢女芸文詞、平拳ボーカルイに載せられている、呉れ孫子標本十二巻、図鑑という記述とは、体裁が大きく異なるからである。また、 孫子の字を含む書物として、孫部の子孫とされる孫品の著作である、再孫子標法八十九巻、強巻も、漢書に載せられており、その二冊の標法書と二人の標法家の関係について、不明な点が多々あったためでもある。最も著名な学説は、竹内義雄の孫子十三編の著者を孫品とするもので、孫品標法発見以前は、非常に有力であった。 しかし1972年、山東省銀尺山の前館時代の墳墓から、畜官孫子や孫品標報が発見され、両所が別の築間の写本として存在し、従来伝えられる孫子は、いわゆる暮れ孫子の原型をほぼ止めたものであり、孫品の標報書は後世に伝わらなかったことが確認された。現在では以下のように考えられている。 孫子は孫部が一旦書き上げた後、後継者たちによって徐々に内容、注釈、解説編がアフ化されていき、そうした孫子の肥大化を反映したものが、感情系文詞の記載である。しかし、後に曹操の手によって整理され、共鳴にする形になったというわけである。孫子の成立については、地区間孫子の発見によって、多くのことが分かってきたが、成立年代については、 春秋末期に成立したとする説と、戦国初期とする説がある。それは、孫子が、孫部の没後も過失されていったと考えられ、単純に、孫部の生きた時代を、成立年代とすることができないためである。孫子の内容は、春秋、戦国の両時代の特徴を帯びており、成立年代の特定が難しい。例えば、作戦編における、戦車戦は、 春秋時代によく見られるものであるが、派生者戦士、川者戦場、太を十万といった大変成の戦争形態は戦国時代のものである。また、孫子には複数の諸子百科の影響が見られる。そのうちの一人、五行思想で有名な数円は戦国時代に活躍した人物であるため、戦国時代説に有利かと思われるが、一方で五行思想的なものは、 春秋差し伝にも言及があるので、直ちに数円の影響と見ることはできないという反論もある。他にも論点はあるが、いずれにしても成立時期を決定づけるものはないと言えよう。孫子研究者の考え方の一例を挙げると、その成立を河野治は以下のように5段階に分けられるとする。他の研究者も概ねこれに近い成立を想定している。 孫子のテクストは大きく分けて三種類ある。まず近年見つかった、畜官孫子、それまで流布していた、ギタケシチュウ孫子、そして、日本の仙台藩の著者、桜田慶進むが出版した、古文孫子である。最後のテクストは、代々桜田家に伝えられてきたもので、ギタケシチュウ孫子よりも古いものであると桜田自身は、述べているが、真偽は不明である。 最も広く読まれた、義武市中孫子は、時代が下るにつれて様々な注釈が付けられ、遺本が増えていった。孫子の文章が極めて簡潔で、具体的なイメージが読み取れない部分があるためである。代表的なものとしては、以下のものがある。十家とは、義の武帝、梁の孟子、唐の李仙、土木、陳城氏、子、谷林、宋の梅隆高志心、王石、何、 述べすず、長与の十人を言う。一と比較すると、文字に、大きな移動が見られる。これはさらに、銅像本、台南角本などの種類に分かれる。中国兵書通乱、巨保林、解放軍出版社、1990年、孫古古本研究、リレー、北京大学出版社、1995年、などによると、畜官孫子、銀尺山官房畜官、 孫子以外の孫子は、義武帝中孫子、武教七書書集、孫子、十一家中孫子のいずれかの系統に属すると言われている。また、孫子標法新釈、李教、武氏、要霊、制度書、社、2001年によると、現行の義武帝中孫子は、武教七書書集、孫子の系統に属するとのこと。なお、義武帝中孫子に関して、正慶本。 義武帝中孫子は、遅くとも、室町時代後期のものであり、平新刊本よりも古い。ただし、語字も目立つ。聖家本に関しては、京都大学図書館の電子データ映像として、閲覧ができる。孫子は、孫、語もこれを用いて、天下に、敵なし、純史義平変。孫、暮れのどうする者は、家ごとにこれはべり、 半彦古言編という言葉からわかるように、すでに戦国時代後期には古典としての地位を確立していた。ちなみに、呉とは同じく標本書である、語史を指す。中国歴代を通じておもんじられ、無人に教えるための参考書としていろいろな研究、注釈が書かれた。義の曹操の義武市中孫子は簡潔で非常に優れた注釈として知られており、 上記の通り現在知られている孫子は、曹操の整理したものを手本とする。孫子の扱いに変化があったのは、北曹期のことである。1072年から、部下居、部居において孫子など古典兵書からの出題が始まり、囲碁家居廃止に至るまでの800年以上にわたって、孫子は、部居の大範囲となっていた。これに合わせ、孫子、五師、移領師、陸桃、三略、芝法、 リマモル公文隊の七つの兵書の文章工程が行われ、1八8 3年頃に工程作業が終了した。この七つの兵書は、武教七書として重要視され、特に孫子は最も重視された。また、武教の出題範囲となったため、受験生のための孫子解説の参考書が多数、出版されようになった。民の竜虎の武教七書直解などは、 軍事教育用のために書かれたものだとされているが、内容も孫子をよく理解した立派なものとして定評がある。しかし、参考書は出版されるものの孫子本文そのものが読まれることが少なくなっていたため、真の孫、星博が皇帝の上1797年に、銃や中本の孫子を発行。1800年には、平新刊本を発行し、 再び孫子を入手しやすいものとした。現代の戦争において積極的に活用した例としては、毛沢東が挙げられる。彼は日中戦争の最中、どうすれば中国国民党に勝ち、日本に負けず、そして国民の支持を得られるかを考え抜き、中国古典の特に孫子と歴史書から大いに学んでいる。その代表的著作である矛盾論や時給戦論などには、 五箇所ほどその署名を挙げて引用しているほどである。孫子はやがて中国語以外の言語に訳されて影響を及ぼすようになっていく。日本人が漢文読み下しという形で孫子を授容したケースを翻訳とみなさなければ現在知られている。最もいい翻訳は12世紀頃に作られた聖歌語訳である。18世紀初頭にはでの満州語び モンゴル語訳が作られた。当時中国で布教活動を行っていたイエズス会宣教師の一人、ジョセフ・マリー・アミオ、センノリアキは満州語版を元にして、孫子の小役に自らの解説を付したものをフランス語で著述し、同書は1772年にパリで孫子13編として出版された。1782年には北京イエズスカイ史企第七巻に再録された。 あとに、ナポレオン・ボナパルトが、このフランス語版の、孫子を愛読し、自らの戦略に活用したという伝説があるふされるが、1922年に、フランス軍の書類、イショーレイ大佐が、著書、エル・アート・ミラッテ・ギー・ドンズ・エル・アンティキティ・チノイセ、において、初めて言及したことで、事実の裏付けはないとされる。アミオによる、子はでも抜であり、 孫子の全貌がヨーロッパに伝えられるのは20世紀に入ってからとなる。1905年、孫子が初めて英語に訳される。これは、イギリス陸軍対カルスロップ、E、カイカルトラップによるものである。カルスロップは中国語の知識がなく、日露戦争後に日本研究を目的に日本に滞在した語学将校であった。カルスロップは日本人の助けを借りて、 孫子の英語訳を完成させたが、イギリス人の中国学者、ライオネル・ジャイルズ、ライオル・ジャイルズは、そのずさんな翻訳を厳しく非難。自ら、中国語原点をもとに、新たな孫子の英語版を1910年に出版した。同じ1910年には、ブルーノ・ナバラによるドイツ語訳も出版されている。ヨーロッパへの孫子の伝播は日本が起点となっていることが、興味深い。 この一方、第一次世界大戦の敗戦により、ドイツ皇帝の座を追われた、ビルヘルム2世が、退位後、孫子を知り、20年早く読んでいればと公開したというエピソードは有名である。こうした世界への電波によって、孫子が広く知られるようになると、カール・フォン・クラウゼピッツの戦争論と比較する機運が生まれてきた。 それは二度の世界大戦への反省に付随して起こってきたものだった。というのも、戦争論は、ナポレオン戦争の教訓に学んで表された書き物であり、決定的海戦の重視や敵兵力の殲滅、敵国の完全打倒を基本概念として、戦争を論じていることが特徴である。すなわち軍事力の正面衝突を戦争の本質と、するため、 戦争遂行をそれに乗っ取り入った場合、国家間の清潔な総力戦とならざるを得ない。それが現実となったのが、世界大戦であった。戦争の総力戦下に対し、無用の地が流されすぎたという反省が生まれるとともに、戦争論への会議が生まれた。孫子は、その比較対象として持ち出されたのである。戦争論を非難し、一方で、 孫子を所要した人として最も著名なのはイギリスの軍事シアのリデル・ハートである。その代表作戦略論の関東には孫子からの引用が散りばめられ、またフランス語訳孫子に寄せた序文で孫子を古今東西の軍事学書の中で最も優れていると評価している。ハートは孫子を持ち上げることで今後の戦争は直接的な戦闘よりも策略、 暴力を用いた間接的戦略を重視すべきであると問いたのである。そのため、クラウゼビィッツの戦争論の人気は一時期イギリスアメリカにおいて凋略したという。しかし現在では、ハートのように孫子を極端に来賛し、戦争論を評価しないような姿勢を非難する見解もある。ハートのクラウゼビィッツ避難のいくつかは彼の誤解に基づくと考える研究者が現れて、 来たからであるしかし、気候戦術の提唱者の一人であった、ジョン・フレデリック・チャールズ・フラーも、戦争論は、未完成な書き物であったがゆえに、論理的な混乱すら作中に存在し、多くの読者を誤解に導いたと非難しており、戦争の真の目的は平和であって、勝利ではないということを、クラウゼビは最後まで理解できなかったと指摘しているのであり。 戦争論避難を行った有力な軍事研究者は、ハート一人ではなかったという点も事実である。なお、現在では、孫子、戦争論とも高級指揮官教育において、不可欠な教材とされ、日本の防衛大学校、アメリカ国防総合大学校や、イギリス王立国防大学校をはじめとする、各国の国防関係の教育機関で、研究されている。近年では、 イラク戦争での米軍の衝撃と維持作戦が孫子戦争論を参考にしたと言われている。ただしコリン・パウエルによって提唱された圧倒的な兵力を投入の後の即時撤退、パウエル・ドクトリンは実際には実行されなかった。そのため現実の米軍は泥沼のゲリラ戦に巻き込まれ国力の消耗と国内外からのアメリカ批判を招くことになった。 現代の戦略理論であるゲーム理論で以下のことが証明されている。すなわち、二人例は有限確定完全情報ゲームの会話ミニマックス理論である。孫子が主張するように勝利を目的に敵対する双方が情報の収集をできるだけ行う、戦力の集中などの工夫で戦闘結果の必然性を増す、冷徹な判断を行う、中立する組織への対応の工夫、 などの戦争の合理性をとことん追求していくと、ミニマックス理論が成り立つような状況に限りなく近づいていく。そして、ミニマックス法は、最善を尽くしながら相手の失着を待つ手法であり、孫子の主張することとの類似性を指摘する意見も多い。ウォートンスクールのダイナミック競争戦略において、ゲーム理論の演言が孫子などにあったとテックフーとキースワイゲルトラは、 指摘している。孫子の標法はゲーム理論の本でもしばしば引用されるほどゲーム理論との共通性があると言われている。このように、孫子は現代戦略理論でも注目されている。孫子が日本に伝えられ、最初に実践に用いられたことを資料的に確認できるのは、俗に本期、天平法治4年、760年の嬢である。当時、 半藤原仲間路勢力に属していたためだ財布に左遷されていたキビ・マキビのとへ孫子の標法を学ぶために下級部官が派遣されたことを記録している。キビ・マキビは十三歳の時、剣頭師として党に入国し、四十一歳で帰国するまで来期や感情を学んでいたが、この時おそらく孫子、五子をはじめとする標法も学んだと推測されている。数年後に起きた、 藤原中丸の乱では実践に活用してもいる。律令制の時代、孫子は学問、教養の書として、貴族たちに受け入れられた。大江正房は、兵学も治めていたが、孫子もその一つであり、源義家に教え授けている。積極的に実践において試された例としては、源義家が、前九年、5三年の役の折、孫子の、 鳥の飛び立つところに副兵がいるという教えを活用して副兵を察知し敵を破った話、古今著文集が名高い。ただし古今著文集が発行されたのは古三年の役の約百七十年後のことであり、この標法が孫子であるとの記載も存在しない。平安貴族に代わって歴史の主役に躍り出た武士たちも当初は前日の源義家のような例外を除き、 孫子を活用することは少なかったと考えられている。中世における戦争とは、個人の技量が幅を利かせる1対1の戦闘の集積であったためである。孫子のような組織戦の標法はまだ生かされることはなかった。しかし、足軽が登場し、組織戦が主体となると、孫子は取り入れられるようになっていく。幾人かの戦国武将には、容易にその痕跡を乱すことができる。 中でも、武田信玄が軍装編の一節より取った、風林火山を旗差し物にしていたことは有名である。ただし全般的に見て、鎌倉から室町、戦国期において、孫子はそれほど重視されていたわけではなく、中国兵所としては、陸島や山脈の方がより重視されていた。徳川家康は、江戸時代初頭に、 伏見版と呼ばれる木活字の印刷本を発行させるが、その一環として1606年には、関室元吉によって、孫子が出版された。これはそれまで写本しかなかった、孫子の初めての印刷であり、江戸期を通じて復刻され、孫子の普及に大きな役割を果たした。徳川幕府が天下を治めるようになる時期と、兵学と呼ばれる学問が流盛を迎える時期は、 合致する。天下太平の世には実践など稀であるが、かえって戦国時代に蓄積された軍事知識を体系化使用する動きが出てきた。それが兵学、軍学である。それに比例して、孫子を兵法の知識体系として研究する傾向が復活する。そのため、江戸時代には50を超える孫子注釈書が世に出るのである。 これには中国からの刺激も影響している。例えば、中国で秋葉から新大に出た、注釈書が日本に伝わり、復刻されている。竜虎の、武教七書直解や超本学の、孫子公開引き類、長中孫子が有名である。また、日本人の手になるものも多く出た。この講師となるものは1626年に出版された、林羅山の、尊守限界であり、 以降代表的なものだけでも、山賀祖皇、孫子ことわざあぎ、1673年、荒井白石、孫部標報宅、1722年、お牛宗来、孫子国次会、1707年頃、佐藤一斉、孫子福中、吉田松陰、孫子標中など、多数の注釈が表され、このうちでも、祖皇と宗来のものは特に有用と言われている。また、 孫子国字会は1750年に出版され、わかりやすい日本語の金混じり文によって広く読まれ、孫子の普及に大きな役割を果たした。明治以降、日本は近代的兵学としてプロイセン流兵学を導入し、それに基づき軍事力を整えていった。しかし、孫子の研究は途絶えることなく個人レベルで読み継がれていった。 例えば日露戦争において、バルティック艦隊を破った、東郷平八郎の定時戦法採用の背後には、孫子の、逸つをもって、老を待ち、あぐりをもって、上を待つ、軍装編の言葉があったと言われる。しかし時代が下るにつれ、海軍、陸軍ともに、孫子が学ばれることは少なくなっていく。近代的兵学に圧倒されていったためである。武藤明陸軍中佐が、 クラウゼビッツと孫子の比較研究、開校者記事1933年6月を発表しているものの研究が盛んであるとは言えない状況であった。しかも武藤はクラウゼビッツを戦争の一般的理論を探求して、これを演疫しあるいは機能して23の原則を確率戦スと結論付け、普遍性があると批評するのに対し、孫子に対しては、 その書かれている内容ははるか以前の中国国内のみを対象としているため、普遍性に乏ししき、かなりと述べ、前述のリデルハートとは逆の感想を抱いていることが読み取る。学問的世界では近代的な交渉が積み重ねられ、孫子の真の著者は誰かといったテーマが日中共に長期のように論じられた。そんな中で1972年に山東省銀尺山から、 地区間孫子や孫品標法が発見されたことは大きなニュースであり、これにより大きく研究が進展した。またこの発見によって、孫子病法は現存する孫子とほぼ対応するものであるのに対し、孫品標法がそれと独立して発見されたことで、孫子の著者が孫部であることがほぼ確定的となった。第二次世界大戦後は孫子が復権し、 教養ブームに乗って広く読まれるようになり、自衛隊では第二次世界大戦敗因への批判的分析から、孫子の標法はクラウゼビッツの戦争論と対比され、形で研究されてきた。杉野義雄防衛大学教授らによる一連の研究がある。現代でもビジネスなどの戦略においても通用するとされ、解説書が数多く出版されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。